吉野さん、私は精神力が全てだと思うんですよね。で、精神力を表現するものが行動だというふうなのは本当その通りだと思っていて、何と言いますかね、意志の力とか精神力って本能とは別のところにあってね、どちらかというと本能を制御して自分のもう一人の自分ですか、そういったものをむき出しにしていくってことだと思うんですよ。で、本能ではやっぱり自分の体を大切にしようとかね、安全に生きようとか楽をしようとかっていう、そういうふうな自衛本能が働くんですよ。で、もう一つの精神力っていうのはこの本能を制御して時にはリミッターを外して突き抜けていくっていう行動ですよね。それがないと無遊病者みたいにサイト1万個とか作れないですよ。だってサイト1万個作って生活のバランスなんて作れるわけないじゃないですか。健康的にも害があると思いますし、人間は適度に運動しなければやっぱり弱っていきますからね。そう考えると全てをほどほどにやるのが、いわゆるね、本能だとも言えるんですよ。全てにバランスをとって、全てを、そこそこって感じで、そこそこって言い方をもうちょっとね、分かりやすく伝えると中途半端にやることが全てを円滑に守っていくことだと思うんですよ。その中でね、例えば竹原さんって私よりも一つ上なんですけども、50になろうという人がですね、ボクシングで全力で2ラウンド戦って3ラウンド目やるなんてのは、それ並大抵じゃないですよね。逆に言うとね、世界一強くなった人間でも年を取ったらもうね、3ラウンド戦えないってことなんですよ。で、柴田さんって別に世界チャンピオンでも何でもなくって、プロレスラーとしてはどちらかというと中堅の部類じゃないですかね。もしくは中堅以下かもしれませんけども、すいません、詳しくは知りませんけどね。でも柴田さんっていうのは、じゃあ今は毎日リングに立ってるかって言ったら別に立ってないわけですよ。でも適度なトレーニングはしていて、体を作り続けていて、動画の中でも言われてましたけども、19から格闘技の世界に入ってね。で、世界を取った人と戦う気概もある。そしてそれだけの体も作ってるということはね、やっぱりね、すごいなと思いましたね。ちょっといろいろと話があちこち行きましたけども、一つは、世界を取る人の精神力ってのはやっぱり世界を取るべく精神力を持ってるなってことなんですよ。がんのステージ4にかかってそこからね、復活してくるってところもすごいですけども、当然がんで入院療養中っていうのはトレーニングできないから筋力も落ちたと思うんですよ。なのにまたね、あんなとこまで行ってるわけですよ。だから若い頃は俺もあれこれやったのになって人が、じゃあ今もできんだろうみたいな、竹原さん見てるとそう思います。世界を取るぐらいの人ってのは本当すごいなと思いました。そして同時にですね、世界を取るような人になっても50という年齢の壁は本当に相当にね、中堅のレスラーにもうはっきり言ってあの試合ってのを押されてましたよね。あれもう一歩進んでいたら竹原さんの方が倒されていたかもしれないと。なんで倒れなかったっていうと、私の想像ですけども、竹原さんは今までにね、世界中で戦ってきた、そして打ちのめしてきた強者がいたわけなんですよ。そいつらの顔とそいつらがダウンして睨みつけてくるその目がね、思い浮かんだんじゃないかと思うんですよ。50になったとはいえね、こんな無名のおかしなレスラーに負けるようだったら、チャンピオンのお前ベルトをつけんなよっていうふうに今までぶち倒してきた人がね、思ったと思うんですよ。そういうことを想像しながら戦ったんじゃないかな。もしくはもっともっと崇高なところ無心になったのかもしれません。で、全てが最後の言葉、いや、はっきり言って舐めてたよと、なかなかやるよねと、パンチも重いしさと、打たれ強いよねとか言って、いや、私も見てて思ったんですけども、今までの竹原さんのどんなやつでも軽くあしらう姿を見てね、世界チャンピオンってのはどこまで行ってもチャンピオンなんだなと思ったんですけども、やっぱりね、現役とか現役に近い人、ちゃんとトレーニングしている若者には、ああやって水を開けられますよね。で、一部するとほっとしたところがあります。どんなアスリートも年齢には勝てずに引退していくんだというね、これロッキー5でもあったと思います。ロッキー3だったかな、ロッキーシリーズでもあるんですけども、シルベスター・スタローン扮するロッキーってね、最後のロッキーファイナルでは55歳ぐらいの設定で、その時の世界チャンピオン、現役の世界チャンピオンと戦うっていうのでフィナーレを飾るんですよ。で、ロッキーは最終ラウンドまで戦い抜いて相打ちで終わるんですけども、最終的にはチャンピオンが判定勝ちをするんですよね。そして自分は負けたけども、でもこの年齢まで現役のチャンピオンとね、五分で渡り合ったぞっていうことで
勝利をものにしたんですよね。試合としては判定負けだったけども、この勝負精神力としては勝ったぜみたいな感じで、いわゆるね、高い精神力、特攻精神にまで渡るような日本の精神力、大和魂っていうのは私たちのものではあるんですよ。でもあのロッキー4を見て思うのは、ロッキーシリーズを見て思うのは、いや、アメリカ人にも大和魂はあるぞと、そしてそれはね、今私たちが持たなければ、思い出さなければならないことなんじゃないかなと思うんですよ。私たちは戦後の時代に、昭和20年代から今までで、ね、かなり弱体化してきました。それは社会保障が充実したりとかね、高額医療制度とかがあったりとか、あとは労働基準法とかがあってね、いわゆる私たちは公の守り、鎧をつけられたんですよ。それによって自分一人で戦う精神というのがなくなりました。会社とか家族っていう、そういうふうな形もそうなのかもしれませんよね。戦う力がなくなっちゃったんですよ。で、最後まで特攻精神を受け継いでいたのが、いわゆる昭和のヤンキーたちだったんじゃないかなと思うんですよね。義理を重んじ、筋を通す、いわゆる突っ張ったやつらですよね。でも彼らも今排除されていって、権力に立ち向かうそのいわゆる暴走族みたいな形っていうのはなくなってきて、今グレるとしたら半グレとか言ってね、いわゆる自分よりも弱い人たちに向かっていくっていう風な、あんな形になったわけですよ。それを弱肉強食と呼ぶようになったんですよね。でも本来の強さっていうのは、自分よりも力の強いものに挑んでいく、もしくは自分の体が衰えたことを知っていても、負けると分かっていても立ち向かっていく、その精神だったような気がするんですよね。でそこにやっぱりね、侮れないものを歴史に残してきたのが一つ特攻精神だったのかなと思うんですよ。私は特攻を賛美するものではありませんけども、私があの時代に生まれていたら進んで特攻隊に志願したと思いますよね。そして自分の生き様と死に様を見せることによって、この後の日本を大いにね、託せるような世代を見つけに行ったんじゃないかなと思うんですよ。広島にも海軍兵学校っていうのがあります。特攻隊員の遺書っていうのも展示されてますし、それから YouTube でも見ることができます。よくね、二十歳前後であそこまでのことが文章で書けたなと思うのは、やっぱり強い精神力が文字になって現れたっていうところと、特攻ってのはやっぱりね、怖いですよね。日々自分の出撃の日が近づいてくるわけですから、しかもトレーニングで腕を磨いても磨いても、それは正確に自分が死ぬための、そして同時に多くの人を道連れにするための手法であるわけなんですよ。戦時下とはいえ、優秀な人が特攻の飛行機に乗ったというふうにされています。優秀な人であれば、この戦争に勝ち目がないことも分かっていたと思いますし、自分がやろうとしていることの非合理性もきちんと認識していたと思います。まあ、その精神に打ち勝ってですね、飛んでいく、突っ込んでいく、まさに超ド級の精神力だと思うんですよ。そして私たちはそういった人たちの息子であり、子孫であり、末裔なんですよね。だから精神力奮い立たせれば持っていると思うんですよ。まあ、それがね、なんか時間が来たから上がりますみたいな、自分のミッションも達成せずに、じゃあ戦争ってのは何で終わったんですかと、8月15日が来たから終わったんですか、違いますよね。期限で終わったんじゃないんですよ。全ての精神力を見せつけて、そして今なら五分の交渉ができるんではないかなと踏んだんで、天皇陛下の英断が下ったんですよ。確かに東京大空襲ほか大都市の大空襲は我々日本人にとって脅威でした。全ての、海軍が失われ、戦艦大和が沈没して、そして原爆も落とされ、満身創痍の日本でも、なんでね、高度経済成長を成し遂げたのか。それは日本人が死に絶えてはいなかった、最後に残った武器であり鎧である精神力があったからなんですよ。その精神力をもって毅然とですね、天皇陛下が私の身を差し出すから、国民はぜひね、不問にしてくれという、天皇陛下も最後の精神力を見せてくださいました。それに畏怖の念を抱いたマッカーサーは、それまでの自分のね、思いをかなぐり捨てて天皇陛下に再敬礼し、日本人というのはなんと偉大な民族だったんだろうかというふうに気づいてですね、それからの GHQ 統治、日本の復興に、かなり力を注いだということだったらしいですよね。まあ、ただその中にも同時にですね、日本人はほっといたら世界を支配する精神力を持っていると見抜いたんで、いろんな規制をかけてね、
日本人が強くなりすぎないように、戦後復興の支援をしたということなんですよね。まあ、ですので私たちは財政法に縛られたりとか、いろんなね、競争社会の中でも、いろんな守られるものが与えられて、一人一人の戦う力は弱められたっていう経緯があるんですよ。でも今またね、歴史は日本人の精神力を必要としています。特にちょっと話題がだいぶ変わりましたけども、中国とねアメリカの二項対立が起きるときに、日本人の精神力がアメリカにつくのか中国につくのか、これ非常にね重要な問題になってきてるんですよ。取り合いです。しかしですね、他の考え方もあって、最後に残された日本こそがこの世界をまとめてくれる、いわゆる八方美人的な日本のそういったね事なかれ主義が今ねやっと役に立つ来たんじゃないかなっていうふうに言う方もいるんですよ。つまりアメリカと日本の架け橋、アメリカと中国のね架け橋をするための間のクッションとなるべき国、その存在があるんじゃないかなと。なんかねそこまで話来ちゃいましたけども、まあまあ話巻き戻していくとね、まあ、柴田さんと竹原慎二さんの動画ね、私もねワクワクしながら見ていましたよ。竹原さんいつになってもすごいなと思いました。最後にネットビジネスに絡めた話題をちょっと出していきたいんですけども、柴田さんのところにね竹原さんの動画と柴田さんの動画の差がなんであるのかってことが語られていたのを柴田さんがちょっと愚痴っていたんですけども、それはねサムネイルかタイトルの付け方を柴田さんは工夫してないよねと、竹原さんはちゃんとやってるよねみたいなことだったんですけども、そういうふうにね分析がましいことを言う人に限って、じゃあお前狙ってやってみろよって言ったらできないんですよ。だから私たちが柴田さんを評価するとかね竹原さんを評価するっていうのは本当に、ね、おこがましいことであって、いやそうやって人の力が見抜けるんだったら、特にトップレベルの人の力が見抜けるんだったら、お前は何なんだよって話ですよね。要するに私たちは何も分かっていないってことなんですよ。と同時にですね、ちょっと考えてほしいなと思うのは、本当にいつも思うんですけども、すでにこういった暮らしを手にしている私は吉谷さん、そして小野沢さんもそうかもしれませんけども、私たちがね言うことやることなすことが理解できないのは当たり前だよってことなんですよ。だって見えてる景色が違うわけですから、そしてやってきたことのレベルが違うんですよ。例えて言えば、まあ、世界チャンピオンとは言えないですけども、私は隠居してもね、隠居してでもこういう暮らしが送り続けられるんですよ。もうすでに商品作ったりビジネスしなくても大丈夫なフェーズにいるんですよ。で、吉谷さんもですね、誰かに雇われないと、誰かのネームバリューを借りないと、広告を使わないとダメっていう世界から抜けたんですよ。今本当自分の力だけで少ないアクセスでもきちんとねリピートを起こして商売に成り立たしてるわけなんですよね。そういう吉谷さんとかに意見するのに、手取り14万の人がね分かった風にですね、いやこれは吉谷さんからできるんでしょみたいなね、いやそれがお前の結論かと、なんとも浅くて薄っぺらいなっていうことしか見えないんですよね。いや確かに吉谷さんだからできた、久保さんだからできた、それを正解としてもいいでしょう。じゃあそういうことを言うね、仮に A さんとしますけども、A さんならできたを作りに行きましょうよって話をしてるんですよ、ね、手取り14万の A さんでもできたってことを作りに行きましょう、それはいいでしょう。そこには私は出てこないわけですから、吉谷さんも出てこないわけですから、あなたのストーリーを作っていってくださいと。そしてそれはあなたも求めていたことなんじゃないですか、何ですかと、いろいろとアドバイスをするたびに反論してくるってことは何、どうしようもない未来を欲求してるんですかってことなんですよ。どんなはしごをかけても蹴倒してくるわけでしょ。ああだったらそこにいたいんですねってことになっちゃうんですよ、ね、竹田さんは50になってもやっぱりね世界チャンピオンですよ。50になってもあれができる人は並大抵のチャンピオンにもいない、うん、すごいなと思います。そしてそういう竹田さんに挑もうとしている柴田さんの精神力ね、もうどっちもチャンピオンですよこれは。で私たちは格闘技やボクシングではないですけども、それぞれの道で自分のチャンピオンをね探していけれるんじゃないかなと思います。まあ、チャンピオンといってもね、別に月収1000万1億稼げたわけじゃないですよ。再生数500万回いけってわけじゃないですよ。再生数100程度でいいですから、100ですよ。1個の動画上げて再生回数100、これでいきましょう。この設定難しいですかね。100ですよ、ね、YouTube 見た時に再生数100だったらどう思います。大したことねえなと思うでしょ。じゃあ大したことない人間まずなりましょうというのが今回の結論です。手取り14万円は大したことない、ね、こういったタイトルにしようかと思います。